こんにちは。なおし。明日か。パリティ。レシータ。ラピュタ。コットン。一応みんな僕にね、あ、いや、これ僕が撮ってるんですけど、僕にね、視線はくれるんですけど、あっくんはくれないんです。りゅうちゃん。りゅうちゃん。撮りますよ。通りますよ。何かに吠えてますね。お、一瞬だけあっくんが。ゆきちゃんが骨を落としてしまいました。うん。もうね、あっくんが全然動じてないんですよ。んー、なに？なんかいるの？なんかいるの？起きた方がいいかな、僕。まあいいや。あっくんは意外とマイペースなんですよ。なんかチラッとね、右目だけで、ね、様子を見るんですけど、なんか急にやる気がないなーみたいな感じです。今日はのんびりしたいのー。もう片目だけね、ピクピクしながら一応様子は伺ってるんですけど、起き上がるまでには至らない。なおちゃん、コットンはお洋服が似合うね。絶対に起きない足とか。眠い眠い。僕はもう今日は寝ちゃおう。そんな感じでした今日は。わー。茶色くんです。緑くん。右から赤ちゃん。その左がオレンジちゃん。左奥は多分青くん。ピンクちゃん。赤い。オレンジちゃんがのそのそ。最近手を伸べるとね、
噛んでくるんですよね。ちょっと甘噛みなんですけど。なんか、麺も開いてきて、歯もじわじわ生えてきたんで、こういうなんかね、こう、今まではずっとおっぱいを飲んでるか、ミルクを飲んでるか、寝てるかだったんですけど、こういうね、それ以外のこともね、するようになってきて、いや、ほんとすごい、すごい成長し、だなっていう。うん。ピンクちゃんが。お、これは？あう。オレンジちゃんと、青くんかな？あ、チューチューして。チュ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 。かわいい。そう、なんか4本足でね、お腹をすらずにテクテク歩き始めたんですよね。うん、オレンジちゃんはね、結構上手に歩きます。他の子はね、ちょっとたまに失敗しちゃうんですけど、なんか足腰がしっかりしてきたのかなっていう感じですね。茶色くんはね、ちょっとね、一番右側なんですけど、なんかね、体が平べったいんですよね。持ってみるとわかるんですけど、なんか肋骨がね、もう横に広がってて、なんかたまにそういう子が生まれるらしいんですけど、こんなに平べったいんだと思って、なんか亀をなんか横からガッて掴んだような感じに。うん。よくへそ天になってるのは茶色くんみたいな、横に体が広いはよくへそ天になってます。だから横になるのが多分あんまり得意じゃないでしょうね。チューチューしてチュー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 。青くんとピンクちゃんかな。お互いの口のミルク残りを、の残り顔にプリンコしてますね。それでなんか鼻の出しとか変わったりするのかな。結構しそうな気はするんですけど、アリウッディのおっぱいが最近そんなになんかドバドバ出てるという感じはしないんですよね。やっぱり目が開いてくると活動的になりますね。まあ寝てるときは寝てるんですけど、目が開いてるとなんかいろんなとこをキョロキョロしてうろうろしたりしてますね。今後が楽しみです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。